私たちには会えないあなたがいる。会いたいあなたがいる。支えてくれたたくさんのあなたがいる。だから私たちは明日へ歩き出す。感謝と誓い、そして誇りを胸に。なかなか回らないことで、俺たちだけじゃなくて、まあ、二次三次産業っていうところにも暗い影を落とすなとか思い始めてから、水産加工品の商品開発だったり、まあ、ツアーを作ってみたり、あの横のつながりっていうんですか、そういうのは広がっていったのかなって思うんですけどね。巻物いいんじゃない？巻物ね、味付けちゃうから、味噌とかしかねえんじゃない？味噌塗って包むんだから、なんか性が効きすぎる。相馬の良さを発信していくことで、外からも相馬に来てもらって相馬を好きになってもらいたいし、わざわざ海外から来るくらい、都内から来るくらい、すごいとこなんだなっていうのを伝えられるんじゃないかなって思ってます。世界中の人が僕の家にホームステイにしに来たりするんですけど、でそれで帰ってから祖国でみんなが発信してくれて、 SNS とかでそういう人たちが山ほどうちに来るのを見てると、このまま行けば変わるんじゃないかって僕は思ってます。I feel nothing answers about the life here.For me, Fukushima is an inspirational prefecture with a fascinating history and a very bright future. I think that the Olympics is a wonderful chance for people to learn not just about, you know, the size of Fukushima, but also the beauty of Fukushima and the kindness and the hospitality of its people.